てはちょっとね、屋上の方に上がる、屋上っていうかね、屋根の上に上がりましょう。空を飛んでと。今こうね、屋根の上こんな感じですが、さて、じゃあちょっとね、周りをねぐるっと見渡してみましょう。マウスモードに、ね、切り替えて、こんな感じですよ。地面はこんな感じで、この辺り一帯はほとんど雪原で何もないですね。私の土地の周りはほとんど何もないです。でちょっと、ね、離れたところに、お店のね、軒を連ねたお店がいくつかあります。ほとんどなんかシェイプ、アバターのシェイプを売ってるお店のようでしたね。でさらにちょっと向こうの方を見ると、何やら巨大なお城があります。あそこはちょっと危険なので近寄らない方が良さそうな感じでした。いわゆるドラキュラのね、プレイをする、まあ、そういった人たちが集まる場所のようです。で、そのお店の前のあたりはね、道路が、公道が通ってます。ずっとね公道が通っていて、交通の便がいいと道路から直接私のこの土地までは来れないんですけどね、道がないんですが。そして、ずっと北の方を見ると、なんとさっきはね西洋風のお城だったんですが、今度はね、日本のお城です。ちょっともうちょっと近づかないと見えないから、日本のねお城がね見えるんですよ。こんな感じでね、見てみたらね、どうも日本人ではなくて外国の人が作ったお城のようですね。こういうのが好きなんです。で、すぐ隣にはなんかまた、ヨーロッパにあるね、金付き堂みたいな、なんていうんですか、塔が建ってますね。こんな感じですごいですね。日本の、お城があるかと思えば、こっちの方にはまた見えなくなっちゃった西洋風のドラキュラのお城がある。そしてぐるっと、ね、こっち側を見ていくと山がありますね。白い山があって、その上の方にもなんか建物が建ってるんですが、今ちょっと距離が遠いので見えません。今セカンドライフのビューアーの設定、だいたい距離を250メートルに設定してあるんですが、それでもほとんどこの辺はね真っ白で、ここは私のね土地なんですが、その周りほとんど真っ白なんですよね。遠くの方を見てもほとんど見えません。まあこうすっきりした景観でいい感じですね。お城が遠くに見えたりして、ね、道路がこの目の前にあって、まあ、結構ね建物もあって住人もそこそこいるようですが、そんなめちゃめちゃにね景観を崩すような建物もなく、非常にいい感じの場所です。まあ今のこの状態をね保ってもらえると、私も安心して占いのお仕事はできるんですが、新参者の私はこのようなギリシャ風の神殿を建てて、ね、で占いのお仕事をやってるわけです。まあこんな感じで、ちなみに、もうちょっとね引いてみると、私の土地はだいたいこれぐらいの広さなんですが、このね土台を作ってある、幅16メートル、奥行き32メートルの512平方メートルのね土地なんですが、プレミアム会員にね
なると、最初に持つことができる土地の512平方メートルの広さということになります。まあね、そんなに広くはないんですが、まあ、占いのお仕事をするには十分な広さで、狭くもなくちょうどいい感じです。